こんにちは、デリッシュキッチンです。肉巻きフラワーおにぎりを作ります。さやいんげん2本はヘタを切り落とし半分に切ります。ソーセージ10本と一緒に耐熱容器に入れ、ふんわりとラップをして600ワットのレンジで1分30秒加熱しましょう。スティックチーズ5本は半分に切り、焼き海苔1/2枚は縦に4等分にします。焼き海苔を敷き、チーズとさやいんげんを手前に置いて手前から巻きましょう。同じものを2個作ります。同様にソーセージとさやいんげんを焼き海苔の手前に置いて巻きましょう。同じものを2個作ります。お茶碗2杯分の白ご飯のうち 1/4 の量をラップにのせて広げ、先ほどの具材を手前に置き、手前から巻いて形を整えましょう。同様に4個作ります。豚ロース薄切り肉を3枚広げ、おにぎりをのせて全体を包むように巻きましょう。片栗粉適量を全面にまぶします。サラダ油大さじ 1/2 をフライパンで熱し、巻き終わりを下にして肉巻きを入れます。全面に焼き色がつくまで焼いたら、酒大さじ1を入れて蓋をし、3分蒸し焼きにします。キッチンペーパーで余計な油を拭き取り、酒大さじ2、砂糖大さじ1、みりん大さじ2、醤油大さじ2を加えて煮絡めましょう。おにぎりを半分に切って盛り付けたら完成です。以上、デリッシュキッチンでした。